皆様こんにちは。先ほどは成田副議長から丁寧なご挨拶を誠にありがとうございます。本日はご対応の折にもかかわらず視察を受け入れていただきまして誠にありがとうございます。私たちは東京都町田市議会無所属会派のこちらが吉田議員、こちらが新井議員とともに3名で参りました。私は代表の松岡美幸でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。実はこちらの吉田議員は2年前も恩師を視察しております。今日は3人揃って視察に参りました。はい。で、まあ、津軽市といえばリンゴで有名でございますが、よくよく調べるとですね、あのテレビ塔とかもでも見ますけれども、なんとメロン栽培も全国3位ということで有名でいらっしゃいます。あのさて、その津軽市ではそのメロン栽培の通年栽培を目指して4年前の2020年から水耕栽培を取り入れられて試験的に行っていらっしゃるとホームページを見たりすると書かれております。まあ、それがなんと実は我が町田市の町田メロン農園が開発いたしました水耕栽培システムを導入していただいているということで、本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。実はこちらの吉田議員はですね、あの町田市議会の一般質問でも津軽市のメロン栽培、あの水耕栽培導入のことを取り上げられております。そしてあのこのメロン栽培のことをですね、あの世の中に広めようということでございます。このメロンを通しまして、このご縁でですね、メロンが取り持つ仲といいますか、町田市と津軽市の友好を今日は深めてまいりたいと思っております。実はこれから、カルコを視察してメロン栽培も視察して、今日の夜は柏ロマンスに泊まるということで楽しみにしております。で、明日もまた亀ヶ丘遺跡も視察してまいります。こうして、津軽市の歴史とロマンを思う存分堪能してまいりたいと思っております。あの今後とも津軽市はますます発展されますことを心よりお祈り申し上げます。今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。